始める前にスースースーし言ってします。大丈夫ですか？はい。大丈夫ですか？はい。これもニコニコ動画からです。タイトル、ウサボール。これすっぽりじゃないですか？中に入ってるんだよ、これ。これガラスの小さな器に入っちゃったんですね。この子は何ヶ月なの？この子は多分見る限り1ヶ月。1ヶ月ぐらいですよね。ネザーランドだよな。ネザーランド系ですね。かわいいな。犯罪級、確かに犯罪級ですね、誰がそう言ってんの？おもちゃ。うちの主人がよく言ってるのは、うさぎの可愛さは悪魔級だって言いますね。うさぎは悪魔的に可愛いって言いますね。かわいいね、これ。これでもこれ、出たくても出れないとか。出れないのかな？どうなんでしょうね。ちょっとこう。確かにこれ。猫鍋、これ対抗できますね。ねえ。ねえ、食べちゃダメですよ。かわいかったわ、本当に。食べちゃダメですよね。ねえ、ぬいぐるみみたい、まさにその通り。足が出るのか。ねえ、これ足出て、ねえ、ちゃんと出る、自分で出れたんですよ。自力ですかね。どうなんでしょう。知りたい。手乗りウサギができそう。手乗りウサギできますよ。できてた。いっしょ。ほんとほんと、うちだって、うち来た時何グラムだったと思いますか？何グラムだったんですか？240グラム。今は今は1000、2、300グラム、わかんない、1000グラムちょい、同じくらいだよね。はい。でもそうか、ほんと手乗りでしたよ、うん、ね、乗りそうだもんね。ノートパソコンの上に乗って遊んでましたもん。なんか書いてあるよ、ピグナムさん。みちゃんママの写真見たことある？あ、手乗り、あの抱えてる写真ですね。乗してんの？はい、ジェットピックに乗ってますね。あの子はあのお迎えしてすぐにお月様に行ってしまった子なんですけれども。あ、そうなんだ。はい、でその後にすぐうーちゃんが来たんですけれど、手乗りいいなってみんなが言ってる。手乗りです。こうやってこう、もうすっぽり手にこう。キャプテンさん大きくなってほしくない？キャプテンさんとこのうさちゃん大きくなるそうなのかな？でもね、皆さんそう思うでしょ、大きくなってほしくないとか思うけど、でも私たちは逆で早く大きくなってくれって思ったんですよ。本当？なんでかっていうと、あまりにもか弱すぎて心配じゃないですか。まあね、そうね。はい、だからね、もう心配だから早く大きく丈夫になってほしかったんですね。おこちゃん、ネザーなら大きくなっても1キロぐらい。でも私ね、すごい大きいネザーランドドワーフ見ちゃいました。本当ですか？なんか、襟巻きみたいな。それはそのまま。見たことある。そのまま使いますね。うん、でも本当にそうです。子供と同じで早く大きくなってきちゃうと。まさに親の心境です。本当にそうですよ、ね。もう、それはどんな動物でも一緒ですよね。うん、そうそう、一緒一緒。はい。さあ、はい、じゃあ次行きましょう。お願いします。次は何かな？次は YouTube ですね。YouTube が、あららら、また行っちゃった。かわいい。滑ってる、手が。かわいい。なんか一緒な、なにこれ、ちょっと、やだ。やだ。やだって言わないで、やだ。ミージャバさん、タイトル。タイトル。ブラックアンドホワイト。なるほど。確かに。あれ、何食べてるの？ペレットかな？ペレットだね。ペレットに、でもちょっと、あの、干し草が混ざってますね。一緒になってるんだ。これ。いや、でもね、でもね、うさぎの森へ行くと、はい、あの、だいたいケージの中に2、3は入ってて、多分同じ兄弟だと思いますけど、兄弟だと、うん、あの複数飼いができるって言いますよね。みんな一緒にね、仲良くね、ご飯食べてますよ。はい、うん、あのけしからん、ほんとけしからんですわ。かわいすぎちゃってけしからんですわ、これ。なるほどね。でも、あのみんながけしからん、けしからんって言ってる。けしからん、言いましょう、けしからんって、私たちも、うん、けしからん。今のはきっとさ、兄弟かな。ちょっとそこはね、わからないんですけど。でもあれだけ一緒に穏やかにいられるってことは、ね、兄弟の可能性が高いですね。ありますね。ちょっと色は違ってた。はい、うん、目が溶けそう。小さいの可愛すぎるわって書いてある。でもウサギは大きくなっても可愛いんですよ、ね、本当に。そうそう、うん、口と鼻のもぐもぐね。そうです、もぐもぐ、ね、鼻をこう、もう、そう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 、なんていうか、ピクピクさせながら、うん、ピクピクさせながら、あれは反則ですね、うん、よく言いますけど、いす、はい、こうって、うん、よくやってますね、うちは、うん、はい、ね、そうそう、うさぎがご飯食べてる時って本当かわいいもんね、はい、あの食事風景ってどんな動物でも見てて魅力ですね、うん、かわいい。
でもほらよく女の人言うじゃないですか、よく食べる男の人がこう素敵とかっていうのが、うん、だからだからね、あの動物全般において、うん、物を食べてるところって、うん、なんかすごく魅力的。お坊ちゃん、あれ、まあ、どんな可愛い子もうちの可愛さにはまあみんな一緒よ、ね、100% 一緒ですね、一緒一緒、ね、バカ親だえ、ここにここにバカが親バカか、間違えました、はい、バカバカ親です、ここにバカ親が2人いますね、すいません、ね、ずっと同じだけど、そうそう、ずっと同じなんだけど、なんか見とれちゃうね、そうなんですよ、やってる姿がね、そうなんですよ、わかります、わかります、ずっと見てても飽きないもんね、飽きないです ね、あの独特の動作がこう、うん、猫にもあの犬にもない、うん、あの独特の動作があるので、そうそうそう、飽きない、はい、では、はい、じゃあ次行きましょう、次の動画を行ってみますかね、はい、お願いします、お願いします、はい、次も、YouTube で話題のうさちゃん動画です、はい、これは何だろう、うさぎちゃんのお遊び、あ、カップが、あー、これは何好きなんだ、これが、あ、すごいな、この子、これは自分で好んで、自分でやってる、あ、やってる、やってる、好んで、うん、これ顔入れてる、お気に入りなんだよ、これが、そうですね、ほら、立ってるけど寝かしてちゃうの、あ、あ、何かあった、なんか、なんだ、そういうことか、そういうことだったのね、知らなかった、ね、これ今あれはなかったらどうするんだろうね、え、ねえ、もふもふ、まさかそこまでは、穴があったら入りたいって言ってたなんでない、あーって、ちょっと待って、うん、ピグナムさん、おこちゃん、あ、どこだ、おこちゃんとこのはっちゃんもかわいいよね、すばしっこいし、またユーストリームしてください、何ユーストリームって、あのストリーム、ストリーミングですか何ですかそれは、ストリーミングのサービスですか、すいませんちょっと勉強不足で、教えてください、教えてください、そんな分からないこと書いちゃうよ、そうですね、ストリーミングのサービスで、動画のストリーミングのサービスですね、またどんどんあのGoogle 先生に聞いてください。はい、わかりました。はい。はい。そうそう、生放送してくれたんですって、何これ。え、時々うちからネット中継したってしてたんですか。あ、そうなんですか。うちも考えてたことがあるんですけど、何を？ライブカメラを据え付けておいて、あの留守の間でも見れるようにしようかな、そういうことやってる人、私も見たことあるんですけど、なんかでもそのうさちゃんはひたすら食べてました、干し草、ボンボンで、うちでもこの間、うん、それがライブカメラじゃないんですけど、ビデオカメラをちょっと10分、うん、20分据え付けといたんですよ、うんうんうん、それで無視して他のことをしてたんですね、うん、夫婦2人で、うんうん、したらね、気づかないようなことをね、こう無視してる間結構勝手なことをいろいろやってるんですよね、マウ、うん、さんとこのうーちゃんは普段話し飼いなんですか、フェンスの中で話し飼い、フェンスの中でね、はい、だったら納得します、はい、どうするんだろうと思って。フェンスがあって、その中にケージがあるんですね。あ、それ結構多いですね。お家とお庭ですね。うん、なるほどね。でも、そのフェンスから出せと、うん、ガン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 やるんで大変です、うん。最近フェンスを持ち上げるようになりましたね。うん、何？ライブ中継。ツイッターで文鳥やってる人。文鳥ですか。うん、やっぱりライブ中継やってる方って結構いらっしゃるんですね。ちょっとうちもちょっと検討してみようかなと思って、うん、あの余ってるあのライブカメラがあるんで、うん、ちょっとそれより動画ですよ、そうですね、すいません、はい、ちゃんと皆さん動画を投稿してくださいね、そうですね、いやいやいや違う方向に行っちゃうとあれなんで、皆さんこれをご覧になってる方はね、ぜひ動画の投稿お待ちしてます、はい、待ってます、じゃあ次行きましょう、お願いします、次は、今日最後の動画ですね、はい、こちらも YouTube です、うさぎのムーちゃん、大葉を食べる、食べた、食べました、あ、タレミミちゃんじゃないですか、大葉って本当の大葉じゃん、これは大葉、わーすごい、大葉というのは私大好き、シソの葉っぱのことでございますね、そう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 、わすごいわこの子、なんか私も 大好物な、なんか仲良くなれそうですねかわいい、一緒になんか大葉パーティーとかやりたいですね、え、何枚目これ、2、3枚目ぐらいですね、いや結構いってるよ、いってるよ、ほらほら、ね、早い、しかも、あ、なんかあんだけしか歯がないのに、今日こんなに持ってきたよとか言って